石井選手優勝、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。初めての G1 ということで、決勝でここでグランプリを決めましたけども、感想はいかがですか？信じられなかったです、まあ、レースなんですけど、7番車で7番手からなりましたけども、柳川選手の並走など含めてどういうふうに見えてましたでしょうか？はい、7番車7番手スタートは覚悟していましたし、まあ、その後何パターンかどうしていこうかなというふうには一応考えてレースに向かったんですけど、小井選手がこう6番手スタートになるのは正直想定外で、本当に所定地に恵まれたのであれば最後までしっかりやりきろうと思いました。小井選手がホームで行ってそれを追走して最後ゴール前ですね、刺したところはどうでしたか、感想は？はい、道中からそう簡単にはこのポジションは守れないだろうなというのも頭にはあったので、案の定ちょっと一角付近でへそになったり接触があったりとあったんですけど、なんとか乗り越えられて、ただこの中盤でそういったなんていうか勝ちというか勝敗を確信するようなことはなくて、本当に最後まで分からなかったですし、必死に踏んだなと思います。これで優勝してグランプリを決められたんですけども、石井選手といえば前夜祭で着物を着られるというのがあると思うんですけど、はい、まあ、今年もまだ考えられてはないと思いますけど、そういう感じですか？そうですね、前回グランプリの前夜祭がリモートだったので、黒地の蝶の振り袖はこう皆さんの前で着ることができなかったので、まあ、人にもう一回出てきてもらおうかなと考えてます。わかりました、はい、では、この後地元でのサマーナイトもありますし、レースも続きます。意気込みとあとファンの方へ一言よろしくお願いします。はい、長い低迷期といいますか、まあ、今も脚力だけでいったらどうなのっていう部分もたくさんあるんですけど、本当に変わらずに応援していただいた方の力が今回の結果につながったと思います。また一つ一つ